で、ここ最近だとね、ホロライブに戻るんですけど、ホロライブっていうかホロアイディなんですけど、あのホロアイディの切り抜き増えたんだよね。これが一番嬉しいかもしれない。ホロアイディの切り抜き最近増えてますね。めちゃめちゃ増えてる。そう、前はねあんまりなかったんだけど、ここ最近めちゃめちゃ増えてる。まあやっぱね、あの一番多いのはなんか英語とかインドネシア語の切り抜きなんじゃないですか。うん、日本語の切り抜きそんなになかったんだよね。でもここ最近ね増えてて嬉しい。まあ大体ね、で私切り抜き結構見るんですけど、切り抜きとかね、 ID の切り抜きでさ、何が面白いのはね、日本語と英語と英語 and インドネシア語で、そう、インドネシア語と英語の場合だとさ、なんか切り抜くなる、抜かれる部分がね同じなのがね多いんですけど、日本語だとなんだろう、新鮮な感じ、新鮮な感じっていうか、なんか英語の切り抜きでまだ切り抜かれない、そう、そういう違い見てて面白いな。そう、笑いポイントが違うんだろうね。笑いポイントは違うんだよねそう、そこピックするのかーってなっちゃう。まあね、私の英語とインドネシア語の切り抜きとかね、だいたいあれでしょ、私が切れるところなんでしょあれ実はあんまりそんなに面白くないんだけどなって思ってるから正直な話になっちゃうけど、あ、そんなに面白くなくねそりゃ本人はキレてるんだから、まあそうだよね。で、なんか私のイメージがああいうイメージになっちゃうからさ、なんかだんだんああいうイメージになっちゃって、すんごい複雑な気持ちになっちゃうな。